こんにちは。バイオレラプロジェクトアスレチックトレーナーの日高雄一郎です。個人的にはアスレチックトレーナー界最強ランナーとして日々走っています。この動画が全国の部活やクラブで頑張っている選手たち、そして監督やコーチ、指導者、さらにご家庭でサポートしている保護者の方々にお届けできればと思っております。今日は私がアメリカの大学で7年間働いてきた時のことをお話します。2012年にアメリカでアスレチックトレーナーになって、一番最初に働き始めたところはラドフォードユニバーシティというバージニア州にある大学でした。アメリカの大学スポーツは NCAA という団体によって統括されていて、ディビジョン1、ディビジョン2、ディビジョン3と、いわゆる1部、2部、3部のようなリーグで分けてあるんですね。で、この説明って必ずしも正しくないんですが、分かりやすいように説明すると、ディビジョン1っていうのは選手の多くが特待生、ディビジョン2っていうのは選手の半分ぐらいが特待生、そしてディビジョン3というのは特待生ゼロというところなんですね。というわけで、ディビジョンが上がる、ディビジョン1の方がレベルが高いんですね。で、ラドフォードユニバーシティはディビジョン1の学校でした。大学スポーツの場合、秋スポーツ、冬スポーツ、春スポーツと3つのシーズンというかですね、区切りが1年間にあって、めちゃくちゃ恵まれてる予算のある学校は、一人のアスレチックトレーナーが一つのスポーツを担当するんですけれども、私の場合はラドフォード大学で、秋にバレーボール、そして冬と春は室内陸上、そして屋外の陸上を担当するということになってました。2年目はアスレチックトレーナーの部署内で、こう、なんていうんですかね、動きがあってですね、こう担当が変わってですね、フィールドホッケーを秋に担当して、で、その後に陸上、冬と春は陸上ということになりました。で、そのシーズンが終わった後ですね、フィールドホッケーのシーズンが終わった後に、フィールドホッケーが廃部になってしまいまして、で、3年目、その年は、秋スポーツに女子サッカー、そして陸上を担当しました。4年目、3年目と同じように、女子サッカーを秋スポーツに担当しました。で、そのタイミングで、ユニバーシティ・オブ・ワイオミングという、もう少し大きい規模の大学に移籍することになって、女子サッカーが終わったら、そのまま移籍して、ユニバーシティ・オブ・ワイオミングで陸上を担当することになったんですね。